アーティンスキアンは国際総助委員会によって定められた地質学用語である地質時代名の一つ。2億9千10万年前から2億8千350万年前に当たる前期ペルム期を4分した3番目の期である。前の期は前期ペルム期の2番目の期、サクマーリアン。続く期は前期ペルム期最後の期のクングーリアン。模式地はロシアのウラル連邦管区に位置する。 アルチンスキアンとも、オーストラリア西部のアーティンスキアン外から産出した、ジンバク・ディネス・ボーストッキー・アーティンスキアンは、ロシアのウラル山脈の南方、エカテリンブルクの約2 0 0トル南西に位置する、小さな都市アーティンにちなんで命名された。アーティンスキアン・キザハシは1874年に、アレクサンドル・カルピンスキが、学術論文で、初めて使用した。アーティンスキアンの規定は、 このドントの種スイートグナサズワイキとメセガンデレラビセリーの地質記録上の初出現で定義されている。この時代を制限するため国際総助委員会は2002年に非公式に国際標準模式相談面を呼び地点の候補を提案し後に2013年に公式な提案がなされた。この GSSP の候補はウラル山脈の南のクレイエセニソルスキーの近くに 位置する切り士ダル NY トゥールカスであった。シュミッツとダベダブによる2012年のウラン、鉛年代測定法では、SYT の初出現を含むダル NY トゥールカス、道路の岩層の位置から、アーティンスキアンの規定が、約2億9千10万年であることが分かった。シュバショーフラによる1996年の放射性、年代測定では、 サクマーリアン・アーティンスキアン協会はさらに新しい2億8030万年前、グラントステイントーク及びスミスによる2004年の測定では約2億8300万年前と報告されており、2012年までの国際総助委員会による時代区分など多くの出版物が後者に基づいていた。アーティンスキアンの最上部、すなわちクングーリアンの規定は、 このドントの種にオーストリプターグナサダスンビと NX カルプテスの初出現で定義されている。兵庫県笹山地域の藤岡奥セクションは、市順化石となる、このドント化石が産出しなかったものの、スドルバレラシンプレックスやパーラフアラクカラス、サクマレンシスといったゼンキペルムキアッセリアンから、クングウリアンまでを示す、高産中化石が得られている。ありがとうございます。